はい、こんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございますかね。おめでとうございます。ただ正月明けの一発目の QP5 ですよ、これ。あとは前のは全部あれ正月前に撮ってたやつなんで、うん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 、一発目、2020年ね、はい、いかがお過ごしでしょうか。もう今日は1月8日、一か八かの日なんで、はい、ちょっともう一か八かちょっと QP5 撮ろうということで、はい、で一発目のね、MC が、会話の相手が、はい、吉ブリリアントなヨッシーさんなんですけど、よろしくお願いします。年末めっちゃ13分ぐらい長く話しましたね。長かった、はい、最高だった。そう、最高、今までの QP5 最高の QP13 になってたっていうね。そう、でもあれお蔵入りかも。お蔵入りになると、うん、お蔵入りにしようかなって私思ってそうか、そう、1年間寝かしといて、うん、後から出すみたいな、はい、今年の年末に、うん、今年バージョンと立て続けで、ああそういう比較の仕方もあるね、うんうん、まあだけどまあ見ようと思えばいつでも見れるので、まあそうですね意識すれば見れますけど、気持ちがお蔵入り、気持ちがね、うん、まあだからじゃあ2020年はもうまさにブリリアントの攻撃で、そうですね、はい、バリ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 行く、もう作戦は考えてますか。作戦ですか、うん、まあちょいちょいとね、ちょいちょいとちょいちょいとね、まあそのヨッシーさんのブリリアントな相談をするにはまず資格はいるんですか、うん、資格っていうか、うん、もうこういうあれだったらもう絶対私にお任せくださいみたいな滝行に行ってる人ですかやっぱりやっぱりもう絶対もうこういうその滝行の人は来るべきですよね。そうですね、まあもちろんね、あのブリリアントさんも、はい、ブリリアントさんあの滝行がね、うんうん、あの1年間に何回かね、うん、行くし、はい、やっぱ気持ちも分かるし、はい、うん、その時のこう心すっきり何の相談になるんだろう、なんかね、うんうんうん、なるだろうし、はい、あとは滝行以外は、あとスポーツジムで人間関係で悩んでる人もうなんかあまりにもピンポイントすぎてまあスポーツジムじゃなくてもいいとは思うんですけど、そうですね、うん、あのそのなんかな、人が多いとこかな、その、うん、一人でほら店番してるとかやったらそんな人間関係悩まなくていいと思うんですよ、うんね、うんうん、電話がかかってくるとか、うんうんうん、自宅で仕事してる人とか、うん、そうですね、うん、やっぱ人が多いとこかな、例えばコンビニとか、あ、コンビニいいでしょ、コンビニとか、うん、あと飲食業とか、飲食、うんうん、まあもちろんスポーツジムもそうやし、うんうんうん、まあまあね、あと営業の人、営業の人、うん、どうなんかな、営業の外に出てる人ってあんまりそんなストレスたまらない、いやたまるんじゃないですか、たまるやっぱり対人だと、うん、あ、まああと成績とかね、うん、今日はダメだったとか、うんうん、まあまあそうですね、うん、うん、あと配達業関係ないか、配達わかんないけど、うん、うん、いやいや、まあ何でもいいんですけど、ね、何でもいいですか、何でもいいですけど、何でもいいですか、はい、あ、まあ、あと育児とかもあるしね、やっぱ親子関係、ね、夫婦関係、はい、いいですよ夫婦関係いいですか、いいですよ、だからまあもう多種多様だということですね。そうですね、うん、まあどなたでも結果そこどなたでも、うん、はい、まあ、中川の方だったらもうすぐ近くなんでね、はい、もうぜひ中川バレーまで、中川バレーまで、はい、はい、パラ中まで、パラ中で もちろんそれでも OK ですよ直接ブリリアントさんにも、はい、あの連絡くれれば、ブリリアントさん、うん、はい、時間と場所を設定しまして、はい、そうですね、はい、はい、そして最終的にはやっぱ滝行に行くっていう流れになるんですかねいや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 、それは絶対じゃない、お望みならば、お望みならばもう一緒に行きますよみたいなね、はい、お連れ行きますそうするとね、こう、うん、心も体も、うんうんうん、なんかこうやっぱやったことないことやるのっていいですよね、きっと、あ、それは絶対ですね、だから2020年挑戦すること、うん、それはまあそういうことですね、結局は、うん、うん、マラソンをするとか、マラソン私はしないけど、あのトライアスロンをするとかしないけど、うんうん、うん、まあ、そうですね、まあもちろん充実をするでもいいし、いいですね、うん、カラオケに行くとかね、まあ、やったことないことね、うん、そう、やったことないこと、このこういう店に行ったことないとか、うんうん、一歩踏み出そうみたいなところですね、そう、くるくる寿司しか行ったことないから、うん、こうなんていうと、ね、もう、うん、お値段表がないところ、直で食えるところとかね、うん、そう、挑戦する、挑戦する、うん、もう予約制の店に行くとかね、ねえ、うん、本当ですね、まあ、中川ならね、あの予約制の店って言ったらまずラーメンからでも行けるところを知ってますし、そうですね、そうそうそう、ね、あと美味しい、うん、美味しい、あの大福屋さん、はい、大福屋さん、ね、口の中入れるとね、イメージしてください、口の中入れるとトロのように待って待ってとろけるような、どうやって突っ込んでいかがる
美味しい大福屋さんね、中にプリンが入っとったり ね、はい、ねいろんなものが入ってたりして、うんうん、いやもう中川って美味しいところだらけですね、うん、ですね本当に今度それで、うん、あの食べ中川の中川バレーの食べ物屋さんネタっていうのをね、うん、ちょっと、うんうん今年はね、やってみ作ってみようかなと宣伝になればと思ってねうん、うん、いいと思います、うん、でどうしても思い出せないんですけどみたいな、うんうん、あそこの唐揚げが美味しかったんですけどなんとかやないかいでしょそうそうそうなんかそうだけどそれでこう考えると面白いよね、うんうんうん、どこのコーヒーが美味しいですかでもいいし、まあ、この前ちょっとうどんの話もしたので、うんうんうん、うどん屋さんとかね、うんうん、あいいねこの前そばの花久しぶり行った一人でおいいじゃないですか、うんそれもじゃあネタに入れます美味しかったな鴨そば鴨鍋鴨鍋じゃないや鴨あるですね鴨鴨ネギネギ鴨がネギしょって来て そばの中に入ってくれて、ね、入ってくれて、うん、そして食べたというと美味しかった、うん、よかったよかった、うん、そうそうそう、うんうん、だからそういう感じではい、はいあのまあ、2020年も突っ走りますんで、うん、はい突っ走りますんでよろしくお願いします、はいうん、誰も追いかけてこないと思いますけど、はい、いやいやもうウェルカムですよ、うんねまあ、今年も、うんまあ、ネタがいっぱいあることを願って、はいはい、よろしくお願いします、はい、ということでよろしくお願いいたします、はい、じゃあ QP5 でした、はいはい、さよならまた